っとけ新入り。おい聞いてんの。本日分終了いたしました。要弁願います。よし、お前元登場会のやつなんだってな。模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだって。だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年。それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな。だんまりかよ。なあお前どこの組だよ。それくらい教えてくれたっていいだろうがよ。なあ荒川組だよ。荒川組。荒川組ってあのちっぽけな組だろ。元登場会ってからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ。今なんて言った。神経な組だって言ったんだよ。組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど今はふぬけちまってるって噂だしな。そんな神経な組からも切り捨てられてかわいそうなやつだな。てめえぶっ殺すぞ。負け。やれるもんならやってみろよ。てめえ。1年も耐えたのになぜやり返した。全員警察病院に運ばれた。一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか。はい。あの野郎親父さんのことふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。親父さんが知ったら悲しむだろうな。そうなんです。だから俺は奴らを。違う、お前の刑期が伸びたことだ。どんな事情があって人を殺めたのかは知らない。だが外で待ってくれている人がいるなら耐えろ。これ以上信じた人を悲しませるな。1119番、手紙だ。大事な人からみたいだぞ。
奴さんから。背景一番へ。出所するまで書かずに置こうと決めていたが、耐えられず筆を取る。お前のケーキが伸びなければ今頃盛大に出迎えてやることができていたはずだが、それが叶わず、ただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしてる。今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして振り返ってしまう。家族の欠けた家の虚しさは親にしか分かるまい。親は子がいて初めて親になれるんだ。